なぜ遊戯はあそこまで戦えたのか。俺の力が遊戯に劣っていたとは思えない。考えられるのは、あの時ヤツと俺との背負っていたものの違いか。バカな！エクソディアだと！ヤツはじいさんにカードを託されて、カードの心を守ろうと戦っていた。この新しいシステムは、システム自体にスーパーコンピューター並みの機能が組み込まれているから、いつどこでもデュエルが可能だ。これが完成すれば、少なくとも遊戯と対等の立場で戦える。相場瀬戸、我々と一緒に来てもらう。分かった。嫌だと言っても聞いてはくれないんだ。ふんふん、やけに聞き分けがいいじゃないか。くそ。何？自分から監禁する手間が省けたぜ。この話あ、遊戯、木馬を放すんだ。デュエルに勝ったら考えてやる。デュエルの相手はもう待っている。見ろ。カイバ兄様。あ、遊戯、復讐してやる。